おい。うまそうなリンゴだ。こりゃすげえいいリンゴだぞ。よっ、通信中か。久しぶりだな。よっ、こりゃすげえいいリンゴだぞ。ひゃー、うまそうなリンゴだ。すげえいいリンゴだぞ。ひゃー、うまそうなリンゴだ。人造人間が襲うのが分かってたのに止められなかった。心中だ。よし、行くぞ。
なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。木が見せてくんのがわかんな。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。お、こりゃすげえ木の塊だ。ちっちゃい村だな。
いいもん手に入ったな。すんげえうまそうなもん。すんげえうまそうなもん、みっけ。いいもん手に入ったな。よし、すんげえうまそうなもん、みっけ。嫌がんな。さっさと片付けちまうか。星が1、2、3、有心中か。よし、これで7個全部集まったぞ。できればドラゴンボールを使わねえで済ましたかったが、仕方ねえ。セルの強さはそこが見えねえしな。オラだけじゃきっとセルには勝てねえが、これでいざという時の準備だけはできたな。ちゃんと復活できたようですね。あ、サンキュー伝で。との戦いの準備はできましたか？わかりました。頑張ってください。それぞれの思惑を胸に時は過ぎていき、地球は運命の5月26日を迎えた。よし、行ってくっか。気ぃつけるだぞ、悟空さん。死なねえでケル。おう、分かってっさ。ごはんちゃんは戦わねえんだろ。そう。約束してケル、ごはんちゃん戦わせねえって。じゃあ行ってくる。あっ、戦うかもしれねえんだ、ごはんちゃんも。おっす、来たか。いよいよだな。あれ、ベジータは精神と時の部屋で修行やってたんだよな。やつなら一足先に行った。そうか、張り切ってんな。ああ、そうだな。なんだよみんな、何沈んでんだ。悟空、まずいことになっちまったんだ。ドラゴンボールを一つの願いでたくさんの人が生き返れるようにしてもらっただろ。そうすると前みたいに一回死んだものはもう生き返れないんだってよ。
すみません、最初に言っておけば。なんだ、気にすんなよデンデ。俺たちは死ななきゃいいんだからさ。死ななきゃって、相手はあのセルなんだぞ。いいから早く行こうぜ、12時過ぎちまうぞ。悟空、お前なんでそんなに余裕なんだよ。ほらほら、置いてっちまうぞ。あの、クリリンさんも一緒に行きますか？ああ。はっ！なあ悟空、セルに勝てると思うか？さあな、やってみねえとわかんねえさ。なあ、左右するセルゲームまであと20分余り。セルは身代金もせずリングの中央に立っております。人類を滅ぼすという悪逆非道な宣言を行ったセルに対し、ただ一人立ち上がってくれた我らの英雄にして希望、格闘技世界チャンピオンミスターサタンは、おお、ミスターサタンがやってきました。聞け、セルとやら、俺にはとっくにバレてるんだぞ。都や軍隊を破壊したのは爆弾を使ったトリックだろう。だがそんな手はこの俺には通用しないんだ。なんだあのゴミは。ベジータめ、やはり証拠りもなくやってきたか。こいつは驚いた。まだ存在していたとは。しかも破壊したところが治っているじゃないか。あ、あいつら空を飛んできたような気が。トリックだな。
なあ、ごはん。悟空は何か作戦でもあるのか？さあ、お父さん教えてくれないんです。あんなにのんびりしてよかったのかな。体休めんのも修行のうちだぞ、ごはん。頑張ってください。見えてきたぞ。よっ。やっと来たようだな、孫悟空。待っていたぞ。集った最強戦士たち、セルゲームの幕開け。お揃いでようこそ。全員空を飛んできましたよね。流行っているようだな、あのトリック。16号、お前治ったんだな。礼を言いたかった。ありがとう、クリリン。そしてご飯。よかったですね、16号さん。お手げ、頑張ろうな。俺はお前を殺すために作られたんだ。そのことを忘れるな、孫悟空。くれえやつだな、こいつ。時間だ。ドイツからでもいい、さっさと出ろ。当然、格闘技世界チャンピオンの俺だ。あいつ、殺されっぞ。いいから、あいつの好きにやらせておけよ。殺されたって、あいつはドラゴンボールで生き返れるんだ。やれやれ、しょうがねえな。さあ、いよいよ地球の運命をかけた戦い、セルゲームが今始まりました。はぁー、ズリャーズ、ウリャッドーハー。うるさい。リング外に落ちてしまった。サタン選手、負けてしまいました。さあ、早くセルゲームを始めるぞ。ミスターサタン、なんで負けてしまったのですか？ああ、足を踏み外してしまっただけだ。ちょっと休憩したら本気でやってやる。あいつ、まだレベルの違いに気づいてないのか。バカの世界チャンピオンだ。ドイツからやるんだ。じゃあ、オラからやらしてもらおうかな。ほう。一番の楽しみは最後に取っておきたかったのだがな。来い。孫悟空、貴様と戦うのを楽しみにしている。そいつは光栄だな。準備運動はこれぐらいでいいだろう。そうだな。孫悟空か。さすがに戦い慣れている。戦いはこうやって、ある程度実力が近くなくては、面白くない。ああ、オラもそう思う。なんか余裕見てた。戦うのが楽しそうだな、孫悟空。おめえも超美形だけどな。
私は相手にもよる。オラもだ。やるじゃないか、本当に。ここまで楽しめるとは正直思わなかったぞ。先頭とやらを食うがいい、孫悟空。さらに素晴らしい試合になるはずだぞ。あいつの言う通り、悟空さんに先頭をあげて全員でかかれば、今のセルなら倒せる。黙ってろトランクス。貴様にはサイヤ人の誇りがないらしいな。そんな勝ち方をするぐらいなら、あいつは死を選んだ方がマシだと思うだろうぜ。しかしこのままではやられるだろうな。確実に頭に来るが認めてやる。俺はあれだけ特訓したが、カカロットを超えられなかった。あの野郎は天才だ。だがセルはそんなカカロットをさらに上回ってやがるんだ。だったらどうしろと言うんですか。あいつが何か作戦でも考えていることを期待するんだな。どうした。私はもっともっと楽しみたいんだ。めった、降参だ。おめえの強さよくわかった。ほら、もうやめとく。何？降参？何を考えているんだあいつは。孫悟空、その言葉の意味することがわかるか。セルゲームで戦う者がいなくなれば、この地球の人間どもは一人残らず死ぬことになるんだぞ。勘違いすんな。戦うやつがいなくなったわけじゃねえだろ。次に戦うやつをオラが指名してもいいか。貴様本当に降参する気か。今度の試合で多分セルゲームは終わる。そいつが負ければもうおめえに勝てるやつはいねえからだ。だがオラ、さっきおめえと戦ってみて、やっぱそいつならおめえを倒せると思ったんだ。何？だからオラ全てを任せて降参した。いいだろう。では聞こうか、その存在するはずもないものの名前を。次にセルと戦うやつはセルに勝てるやつはそいつしかいねえ。ネキの塊だ。悟空、まさか俺じゃないよな。ああ悪いな、おめえじゃねえ。ほっとしたような、がっかりしたような。悔しいが、俺より貴様の方が今は上だ。だがそれより上がいるということなのか。ああぶったまげるぞ。別に信じられん。悟空さん、何か作戦があるんですか。だからこれがオラの作戦で切り札だ。まさかと思うが、あいつにやらせるつもりじゃないだろうな。さすがピッコロだ。おめえは分かってるみてえだな。正気か。俺じゃないってことくらい分かってるさ。だが
本当にお前より強い奴なんかいるのか？ああ、オラはそう思ってる。お前が認めた奴なら誰も文句はないが、正直誰なのか。オラを信じてくれ、天津飯。俺にはお前が誰を指名しようとしているか分かるぞ。オラはそう思わねえけどな。はい、なぜか急に腹が痛く。別におめえに叩けなんて言ってねえぞ。そうなのか。いや、また残念だ。この腹痛さえなければ。お父さん。おめえの出番だぞ、ごはん。なに？え？なんだと？やれるな、ごはん。僕がセルト？無茶を言うな。戦えるわけないだろう。相手は貴様でもかなわなかったセルだぞ。ご飯はオラたちの思ってる以上に信じらんねえような力を持ってる。精神と時の部屋の修行で眠っていた力が解放され始めたんだ。本人に聞いてみてやろうか。さっきの父さんとセルトの戦い、すごすぎてついていけねえと思ったか？思わなかった。だって二人とも思いっきり戦ってなかったんでしょ？セルは知らんが、父さんは思いっきりやってたさ。だがおめえにゃ手を抜いてるように感じたんだろ。そうなのか、ご飯。はい。あれ、ご飯、平和な世の中取り消してやるんだ。学者さんになりてんだろ。わかりました、やってみます。僕がセルと戦う。おめえならやれる。おめえしかやれねえんだ。行ってこい。はい、お父さん。ご飯、本当にやれるのか。やってみます。お父さんが僕ならやれるっていうのなら。ご飯、お前ならやれるだろう。迷わなければな。迷うな、孫悟飯。おい、大丈夫なのか、悟飯。わかりません。悟飯さん、こんなの無茶です。でも、僕やってみます。そんな、あれ、セルに勝つつもりなのか。はい、お父さんが僕ならやれるって。ムカつく親子だ。まさかお前とはな。まったく、自分の力のなさが不甲斐ないぜ。いえ、そんな。無理ならそう言った方がいいぜ。俺が代わりに言ってやってもいいぞ。大丈夫です。なんだ、サインが欲しいのか。あの、ここは危ないと思います。そうだな。ちょっとだけ離れておくかな。ちょっとだけ。は
孫悟飯、貴様が相手とはな。あれがご飯か、あのおとなしいご飯か。あのガキ、どうやってあれほどの巨大な戦闘力を。そんなバカな。孫悟空の言ったこともまんざらはったりばかりではなかったらしい。だがこの私に勝てるというのはいささか言い過ぎだったようだな。殺してやる。僕が相手だ。生意気なガキだ。セル、終わりだ。なるほど、本当にハットリではないようだな。まだやるのか、セル。僕は戦いたくないのに。まさかこの私に勝つつもりか。なるほど、少しは本気を出してやるか。やっぱり無駄だよ。こいつは驚いた。ことのほかタフじゃないか。もうやめようよ。僕は本当は戦いたくないんだ。殺したくないんだよ、たとえお前みたいにひどいやつでも。何を言い出すかと思えば、貴様にはこの私を殺すことはできん。僕は昔から怒りでカッとなると、とんでもない力でめちゃくちゃな戦いを始めてしまうらしいんだ。だからきっとお父さんはそいつを計算してセルを倒せるのは僕だけだって言ったんだ。そんな話を聞いておじけづくとでも思ったのか。それどころか、私はどうしても貴様を怒らせたくなった。さあどうした、痛いだろう、怒れ。嫌だろう、このまま死ぬのは。そう、俺はご飯に加勢するぞ。待てピッコロ、ご飯が怒るのを待つんだ。セルを倒すには怒りで真の力を解放したご飯に期待するしかねえんだ。ソン、貴様は間違っている。ご飯は貴様のように戦いは好きじゃないんだ。今ご飯が何を思っているかわかるか。怒りなんかじゃない。なぜお父さんは僕が死にそうなのに助けてくれないんだろうと。忘れるな、実力はナンバーワンになってもあいつはまだ子供だ。あ、クリリン、オラに先祖クリ。おう。50のやつだ。どうやら自分の痛みだけでは怒りが湧いてこんらしいな。ではお前の仲間たちに相談してみることにするか。な、何をするつもりだ。何でもするさ、貴様が怒って真の力とやらを発揮するならな。ん？お前たちを巻き込んですまない。
俺はセルと共に自爆する。いくら貴様でもこれだけ密着していれば粉々になる。だなぜだ、なぜ爆発しない。16号、自爆はできない。カプセルコーポレーションでお前を修理してた時、博士がお前の体にとんでもねえ爆弾が隠されてるのを発見してさ、物騒だったんで取り除いたって言ってた。残念だったな、16号。うん、今度は貴様たちの番だ。うん、なんだ、あれは。さあ行け、セルジュニアたちを、孫悟空たちを痛めつけてやれ。気をつけろ、恐ろしく強えぞこいつら。もたもたしてっとやべえぞ。やるしかねえ。ふざけやがって。
リッコホーン。行くぞ。セルジュニアたち、お遊びはそこまでだ。やれ、殺してしまえ。みんな殺されてしまう。本当に僕にすごい力が隠されているのなら、その力を出したい。だけど、どう起こったらその力が出せるのかわからないんだ。どうなってるんだ。さすがにこれは やばい。今のうちに引き上げよう。待て。引き上げる前に俺をあの子供のところに持って行ってくれ。頼む。地球のためだ。冗談じゃない。あの子供のすぐそばにはセルがいるんだぞ。お前も少しは役に立ちたいだろう。格闘技の世界チャンピオンらしいから。ミスターサタンは人間のチャンピオンなんだ。お前たち化け物どもの戦いには、もう付き合えん。よし、やってやる。ミスターサタン、やめた方がいい。殺されますぞ。やかましい。名前も知らない奴らが戦っているんだ。チャンピオンがこのまま逃げたんじゃ、いい笑いもんだぜ。近くまで持っていけばいいだけだろう。ああ、すまん。やっぱしちょっと怖い。近くまで行ったら放り投げてくれればいい。あ、そう？行くぞ。さあ。16個。孫悟飯、正しいことのために戦うことは罪ではない。精神を怒りのまま自由に解放してやれ。気持ちはわかるが、もう我慢することはない。俺の好きだった自然や動物たちを守ってやってくれ。頼んだぞ。余計なお世話だ。
出来損ないめ。覚醒の孫悟飯、放て親子カメハメハ。もう許さないぞ、お前たち。まさかこの私を倒せると思っているんじゃないだろうな。倒せるさ。セル、お前はもう終わりだ。ふん、大きく出たな。では、見せてやるぞ、このセルの真のパワーを。それが、どうした。私のパワーが完全に諦めろ。お前みたいなやつは苦しめてやらなきゃ。完全体じゃなくなった。ちっ、つまらない。それじゃお前ももう終わりだな。許さん。
許さない。な、何をするつもりだ。まずい。貴様らはもう終わりだ。あと1分で俺は自爆する。俺も死ぬが、貴様らも全部死ぬ。地球ごと全部だ。なんだと自爆。そうはさせるか。この俺に衝撃を与えれば、その瞬間に爆発するぞ。あと30秒だ。くそ。どうすんだよ。なんとかしないと。ダメだ。もうどうしようもない。あと10秒。ずやっぱどう考えてもこれしか地球が助かる道は思い浮かばなかった。悟空、お前まさか。バイバイ、みんな。ここまでよくやったな、ごはん。すごかったぞ。お父さん、母さんにすまねえって言っていてくれ。悪い、カヨウ様、ここしかなかったんだ。消えた。孫悟空の木が。ご飯。どこに行ったんだ、セロア。終わったな。お前と悟空が終わらせたんだ。頑張ったな、ご飯。でも、お父さんは。悟空は満足そうな顔をして死んでいった。お前の成長が嬉しかったんだ。さ、もう帰ろう、ご飯。この木は。当たったのはトランクスか。なぜ私が生きているのか驚いているようだな。いいだろう、教えてやる。私の中には小さな塊がある。その塊が破壊されない限り、この体は再生され続けるのだ。再生された時、この体はただの完全体ではなく、孫悟飯のようにはるかにパワーアップしていた。これはおそらく生死の狭間から救われた時、大きく力を上げるというサイヤ人の細胞がそうさせたのだろう。それに私は孫悟空の瞬間移動も学習できた。つまりより完璧になって帰ってくることができたのだ。孫悟空は私を倒すどころか、いろいろプレゼントしてしまったようだな。貴様、よくも、トランクス。ん？くそー！
ジータさん。砕け散れ。何が惑星ベジータの王子だ。次は貴様だ、孫悟飯。今度はそううまくいくとは思えないんだな。終わりだ。焦こう。お前を消し去る。その程度では私を消すことなどできない。いい攻撃だが大したパワーは残ってないようだな。すぐに終わらせてやる。終わるのはお前だ。終わらせてやる。絶対に許さない。いや、私が強くなりすぎたのだ。そんなお前たちを許しはせんぞ。思った以上にセルのパワーがアップしている。遊びはもう終わりだ。地球ごと消えてなくなれ。どうだ、地球どころか太陽系すべてが吹き飛ぶほどの気力だぞ。ごめんなさい、お父さん、みんな、僕にはセブを倒すことができなかった。お父さん、みんなの仇を取ることができなかった。セルみてえに思いっきりカメハメハをぶちかましてやれ。そうすりゃ必ず勝てるさ、絶対だ。だけど今の僕は片方の腕しか使えないし、気だってもう半分以下に。大丈夫、勝てる。自分の力を信じろ、ご飯。おめえの力の全部を出し切って爆発させんだ。最後に見せてくれよ。
オラたち二人で作った力を。はい。さらばだ、孫悟飯。今だ。すげえ、本当にすごかったぞ、ごはん。やったな。信じられねえよ。助かったんだ、俺たちは。すぐにデンデのところに連れてってやるぞ。センズがなくても、あいつに触ってもらえばバッチリだ。よし、行こう。手を貸してやるぞ、ベジータ。余計なお世話だ。勝手に行け。貴様の助けなどいらん。そうか。完全にやられた、あいつら親子に。くそ、カカロットめ、あんな死に方しやがって。俺はもう戦わん。何だったんだ、あいつらは。ミスターサタン、一体シェルはどこに。え、さあ、シェルは、私が倒しちゃったかな。え、あいつらがつまらん光の玉のトリックでダラダラやってたもんだから、イライラした私がいい加減にしろっつって、ビシッとセルをぶっ飛ばしてやったのだ。はあ、他の連中は。わ、私に礼を言って帰っていったよ。素晴らしい。では地球はセルの魔の手から救われたのですね。そういうことだ。お聞きになりましたか、世界の皆さん。地球は救われたのです。ミスターサタンのおかげで。サタン、サタン、サタン、ここは神様の神殿だよ。大丈夫だ。完全体になったセルはご飯が倒した。ご飯が？
そうだ、とんでもねえ強さだぞ。お前が暴れたって全然無駄だ。クリリンに礼を言うんだな。セルから吐き出されたお前を懸命にかばった。いや、ただなんとなく放っておくわけには。あ、そうか、わかった。クリリンさん18号好きなんだ。はっきり言うな。ふざけるんじゃないよ。手でも握ってほしいのか、チビのおっさん。あの野郎、助けてもらってなんだあの態度は。ぶっ飛ばされっぞ。お前には無理だ。そんなことより早くドラゴンボールでトランクスや殺された人間たちを生き返らせるのが先決だ。そうだな。なぜ急に暗く。なんだあれは。セルに殺された人たちを生き返らせてあげてください。たやすいことだ。ここはやった。やはり孫悟空の気は感じられない。二つ目の願いを言え。孫悟空をなんとか生き返らせることはできませんか。それは不可能だ。孫悟空はすでに死んで生き返ったことがある。他の願いを言え。やっぱり不可能だってよ。いや、きっと何かいい方法があるはずだ。考えろ。みんな、悟空だ。悟空？あの世から喋ってんだけど、ちょっと聞いてくれ。メイにブルマから言われたことがあんだ。このオーラが悪い奴らを引きつけてるんだってな。考えてみっと。確かにそうだろ。だからオラがいねえ方が地球は平和だって気がすんだ。別に犠牲になろうと思って言ってんじゃねえぞ。オラ地球を救ったりしたから特別扱いしてくれるんだってよ。普通は魂だけになっちまうんだけど、オラ体をつけてくれるってさ。それによ、あの世には過去の達人とかもいてさ、結構楽しめそうなんだ。だからよ、父やご飯には悪いけど、生き返らせてくんなくていいや。ご飯はすでにオラよりしっかりしてるしな。そんなことないよ、お父さん。というわけだ。じゃあ、いつかおめえたちが死んじまったら、また会おうな。バイバイ。なんかあいつ死人のくせに明るいからあんまり悲しくなかったな。どうした、早く二つ目の願いを言え。それとも願いがないのか。そうだった。しかしどうする、何を叶えてもらうんだ。シェンロン、人造人間の17号と18号を元の人間に戻してやってくれないか。それはできない。二人の人造人間は私の力を大きく超えている。や
ぱりダメか。なんで17号まで？あいつは死んだんじゃねえのか？いや、一つ目の願いで17号も生き返っていて不思議ではない。じゃあせめて二人の体の中にある爆破装置を取り除いてやってくれないか？それならば可能だ。よし、二人の爆破装置は取り除いたぞ。ではさらばだ。クリリンさん、どうして今のような願いを？だってよ、かわいそうじゃねえか。体の中に爆弾があるなんてさ。なぜ17号の爆弾まで取ってやったんだ？18号にはやっぱ17号がさ、お似合いだろ。恋愛というやつらしいな。わからない。バーカ！え？17号と私は双子の兄弟だ。だからってその気になるなよ。爆弾のことだって感謝なんかしてないからな、タコ。またな。おい、またな、なんつったってことは少しは希望が出てきたんじゃないか？さっぱりわからない。嬉しいのも半分くらいかな。やっぱ悟空がいないと寂しいや。さて、俺はもう帰るとするか。チャオズが心配してるだろうしな。そうだな、俺たちも帰るか。トランクスさんはいつ未来へ立つのですか？今日一晩ぐっすり寝て明日立とうと思ってます。じゃあ明日見送りに行くよ。ピッコロさんはここで暮らしていくのですか？ああ、そのつもりだ。時々遊びに来てもいいですか？もちろんだ。じゃ、またね、ポッポさん、デンデ。本当に遊びに来てね。お父さんが？ああ、お前が殺されて相当頭にきたんだろうな、あいつ。なりふり構わずセルに向かって行ったんだ。そうですか、お父さんが。ブルマさんの家は大きいから目立つよね。それでは。さよなら、トランクスさん。向こうでも頑張ってください。ごはんさん、俺頑張ります。ありがとうございました。どうか皆さんもお元気で。気をつけるのよ。元気でな。またな。
オス、オラ悟空、セルをやっつけてやっと地球に平和を取り戻した。あれから7年も経ったけんど、みんな元気にやってっか。ご飯もでっかくなったみてえだし、久しぶりにみんなと手合わせしてみてえな。次回ドラゴンボール Z 復活の魔人ブー世界の果てまで超決戦、絶対遊んでくれよな。